UTR!UTR!UTR! だってこいつ、シャンクスの娘だもん。どうもこんにちは、週末です。みんな聞いてくれ。ようやくこのワンピースの動画をね、出せます。てか撮れます。いやもう本当にね、撮りたくて仕方なかったんですよ。喋りたいこともたくさんあるし。でももうパンフレットが買えなくて、限定版。もう結局通常版で妥協しちゃったんですけど、いやもう CD 付きね、欲しかったですね。ということで、ワンピースの映画、レッド、行ってきました動画です。でも今回の、まあ、ワンピースは、まあね、今までとちょっと毛色が違いまして、ね、敵は誰なんだって感じで、まあ、全然そういうボス的なものを全然書いてないんですけど、まあ、メインヒロインというか、映画限定ヒロインの、この歌がね、まあ、メインの映画となっております。まあ、テーマがその歌姫というか、まあ、その歌だったりということで、まあ、BGM だったりとか、このね、歌が歌う歌も、その挿入歌というか、この劇中でたくさん流れておりました。まあ、マクロスとかシンフォギア見てる人だと分かるんですけど、やっぱその歌をね、流れてるそのアニメーションっていうか、まあ、戦闘だったりとかすごい盛り上がるんでね、だいぶ臨場感が半端なかったです。はい、ではまあまず得点からいきましょう。まあもうね、ワンピースにしては珍しい、まあ、ワンピースね、毎回その何百巻みたいな、まあ、1000巻だったり0巻だったりみたいな感じで特別なね、その小冊子っていうか、まあ、漫画が出るんですけど、今回はその他にもたくさん得点が出たということで、今までよりもね、力の入れようが違うということで、まあ、まだ映画やってるんでね、すごい得点もあるんですが、まあ、僕の持ってる得点をまず出していきます。まずこちら。はい、ワンピースこちらちょっと読み方が難しいんですけど、4分の4歌感っていうのかな。ワンピースのね、まあ、ルフィとね、歌が表紙のものでして、まあこんな感じで、裏面のね、まあ、詳細。中身としては、まあ、歌のプロフィールだったりとか、まあ、ちょっとしたコマンガ、コマンガって、まあ、まあ、インタビュー的なね、はい、まあ、歌のね、いろんな情報がわかるっていう漫画です。そして、こちら、まあ、ちょっと弟に借りてんのもあるんだけど、じゃあですね、40億巻です。こちらは、あの、第1週目の特典の、まあ、もうこの表紙がこれなんですけど、これの表紙で、まあ、第1週目で同じ40億巻があったんですよ。がもうすぐにね、完売というか、もう配布終了になっちゃって、まあ改めてこの再販じゃないけど、まあ3週目、4週目だったかな、にちょっと表紙を新たにね、こうやってまた再配布されたということで、はい、出ました。こちらもまあ同じ感じでね、いろいろ、まあなんだろう、キャラ設定だったりとか、で細かい情報がいろいろ載ってるので、結構重要な情報載ってるっぽくて、僕も読み込めてないっていうか、そもそも弟のなんでね、借りて貸してくれって感じでちょっとね、読ませてもらわないといけないんだけど、まあ、ちょっとね、今拝借しております。いやもうかっこいいね、これジャンプの表紙で出てたやつですね。いやもうシャンクスもかっこいいしさ、すごいよね。でまあ僕的には行った回数は映画2回なんですよ。でまあつい先日行ってきたのがこちら、じゃん、特典をね、まあ、3ついただきまして、まあ、特別なね、この歌のクリスマスカードです。いやもうめっちゃいいっしょこれ、このなんか淡い感じってか、なんて言うんだろうな、ちょっと絵本チックなね感じで、裏にはね、ほらクリスマスだけどちゃんとこの年末のね、良いお年をって歌っていうサインも書いてありますし、これすごいよね、ハッピークリスマス2022。そしてこちら歌バルーンですね。ちょっと今開けることはできないんですけど、あのまあライブとかでやることでバババババババーンってやる、全然伝わんないけど歌バルーンです。まあ、膨らましてやるやつですね。そしてこちらリストバンドというかラバーバンドですね。ニュージェネシス、新時代の歌ライブの、まあ、こうやってね、巻いて盛り上がるためのグッズ。本当だからライブグッズですね。いや、もうお宝ですよ。ということで、まあ、僕が持っている得点は以上になるんですけど、もうその他にも、なんだろう、そのカード、第2弾のカードとか、すごいなんか人気あったみたいでね、いろんなカードだったりとか、ポストカードだったりとか、たくさんね、今回、あとはなんか、シャンクスのちっちゃいフィギュアみたいな、ちょっと僕も把握し、ね、全部言ってるわけじゃないから、把握しきれてはないんですけど、盛りだくさんでね、今回の映画は本当に、でまあ、大ヒットっていうか、すごい映画だと思います。もう内容的にもそうだし、特典的にもそうだしね。で、まあ、Adoさんもね、まあ、歌ってらっしゃるんですけど、その歌の歌唱パートで。いや、もう歌もたくさん出ててね、若いのにすごいなって思いますよ。本当に、ね、最近20歳とかだっけ。いや、もう若いのに本当すごいね。若いのにってか、僕もそんなに年いってるつもりはないんだけど、いや、もうすごいですよ。で、ちょっと内容に触れていきましょう。まあ、皆さんももう見てるとは思うんですよ。なんだったらね、ワンピース好きとして。ワンピースでも1巻からどうだろうね、全部追いかけられてる人いるのかな。いるにはいるんだろうけど、僕はもう全然追いかけられてなくて、まあ、空島編とか見てないんですよ。最近で言うともう漫画もアニメも追えてないから、結構もうネタバレっていうか、そのツイッターとかの情報で追ってる感じにはなってしまっているんですが、
まあ、映画を見てきましたと。いや本当にね、すごいめちゃくちゃ良かった。いやもうちょっと記憶も、古くなっちゃうんですけど、もう初見の時、8月9月かそこら辺に行ってね、もう衝撃がすごくて、まあ、まず内容だよね。まあこのね、ライブに行くっていうところで、まあ、シャンクスの娘がいるってことで、まあネットでも話題になってまして、まあその今話題の新時代という歌もね、すごいブームになってるんですけど、新時代がまあいきなり最初から流れてきます。そこでいきなり新時代流れるのって思って、まあ、主題歌だと思ってたんでね、まあそこもねありますし、楽曲もたくさんあるんで、ちょっとうまくまとまって喋らんないな。でまあ敵はね誰って話だったんですけど、まあ一応ね歌が敵なんですよ。もうね分かると思うんですけど、歌が敵だけど、最終的なラストボスは、まあ、古代兵器のなんかでっかい大ボスです、怪獣みたいなやつね。それをみんなでまあ倒すみたいな感じでした。これまでなんか伝説の海賊みたいなね、金獅子とかそのバレットだっけとかいろいろねたくさん出てきたと思うんですけど、おじさんの敵ね、なんかに書いてあったな、これかな、なんかもうね伝説のおじさんを書くの疲れたみたいな先生のねセリフが書いてあったんですよ。ちょっとどこか忘れちゃったんだけど、まあ、先生もねたまには、まあ原作とかでもいろんな美少女は出てるんですけど、たまにはね映画でこういう美少女を描きたいってことなのかなと思っております。まあいろんな海賊との共闘とか政府の人間とのね共闘もあるので、まあそこはスタンピードとかと被ると思うんですけど、実はスタンピードとあのエピソードなんだっけ、フィルムゴールドだっけ、見てないんですよまだ。いやもうそこもね改めて見たいと思うんですけど、おいおいね見ていきたいと思います。そしてまあ皆さん分かると思うんですよ、もう見たという前提で話すんですけど、このねゴードンさんいるんですよ、松田健次郎さんがやってるこのゴードンさん、絶対最初見た時みんな悪いやつだと思ったでしょ。もう悪いやつとしてのもう創作漫画がねツイッターとかですごい人気になるぐらいにはもうみんな悪いやつで認識してるので、なんだったらゴードンさんが敵が良かったみたいなね。いやでも実際はもういい人っていうか、まあ、歌をちょっと育ててくれたそのなんだろうな、まあ、父親とはまた別なんだけど、まあ、親戚のおじさん的なポジションのねこのね作品のまあ結構キーマンっていうかいい人です、ゴードンさんね。ゴーゴーゴーみたいなそんな笑い方で悪役をやってる漫画があったんですよ、その創作漫画でそんな笑い方全然してなかったんですけどね。でまあ歌のさ魅力っていうかさ、まあ見た目もさ最初なんだって思ったんだけど、いや見てるとめっちゃいいしさ、声もさ名塚かおりさんめっちゃいい演技するじゃん、可愛くてさ、でもなんか負け惜しみみたいな、ちょっと全然再現できないんだけど、声もいいし、闇落ちっていうか、まあ病んでるとかそういうのとは違うんだけど、闇具合なんかもうちょっとまあ精神不安定になってて、いやもういいよね本当に。ちょっと言ってること分かるか分かんないけど、めちゃくちゃいいから、もう見た人は分かってくれると思うけど、すごくいい、その闇具合がね。そしてまあ映画のまあなんて言うんだろうな、まあシャンクスの戦闘描写がね結構出てたということで、これまでまあゲームとかいろいろ出てると思うんですけど、全然技名とか出ないわけですよこの人。もうウセロとかウセロっていう技名だからね、そういうものになってるんだけど、改めてねシャンクスのその強さっていうか、あこんなにやっぱ強いんだみたいな感じでね、あの最後の方で出てくださいます。そしてまあ歌のおかげでね、この映画の衣装っていうか、まあ、これまで最終決戦あのストロングワールドとかもねスーツとか着てたんですけど、このなんていうの、悪い海賊のマーグラーってことで、まあ、夢の世界みたいな感じなので何でもありなんですよ。それでまあご丁寧にねみんな衣装を着替えさせてくれてまあそこはちょっと笑っちゃったんですけど、やっぱこういうね、なんだろうな、映画特別の限定ユニフォームでの戦闘とかやっぱ盛り上がるんでね、かっこいいです。はい。で、まあ僕2回目行った時は、その副音声付き監督とも小田先生のね、谷口五郎監督か、と小田一郎先生の、まあ、対談っていうかね、その、まあインタビューみたいな、その質問とかいろいろ話すね、やつを聞きながら、副音声聞きながら行ったんですよ。で正直周りの人にそのイヤホンとかの音漏れ聞かれたくないからあんま聞こえなかった聞こえなかったけど、まあ部分部分覚えてる部分ちょっとね話します。まあ最初に言っておくと、そのパラレルワールドかって話じゃないですか、その映画だから歌はそもそも原作に存在するのかって話なんですけど、一応まあその作者とかその制作陣やっぱみんなのその心の持ちようっていうか、心の持ちよう、まあ、その皆さんの捉え方次第みたいな感じでは言っていたんですけど、じゃ原作の1055話だったかなに、あの影が出てるんですけど、それは歌らしいんですよ、ちゃんと歌って言ってたので、やっぱその一応リンクしてるっちゃリンクしてます。だからそのなんだろうな、明確にほら映画限定キャラみたいなのを原作にバッて出すわけにはいかないけど、やっぱそのね出したいってことで影として、まあ、シルエットとしてね出てるので、皆さん1055話
だと思うので、ちょっとチェックしてみてください。はい。で、あとは歌のデザインとか話してたね。歌のデザイン、まあ、その赤とまあ白の髪で片目隠れてるじゃないですか。これ監督からの要望だったかな。左目を隠してほしいってことで、まあ、左目をね隠してるキャラになったりね、まあ、アイドルではなく歌姫ってことでのシルエットっていうかデザインだったり、あとはね、技名をルフィ、ほら今までゴムゴムのなんとかって叫んでるじゃないですか。それを全然映画では叫んでないんですよ。あ、言われてみればみたいな。いや、もうそれ確かにね、まあ、やっぱその歌をその敵として認識してないので、やっぱその幼馴染っていうかね、大切な存在なのは助けるために戦ってるので、その敵ポジションとはいえ、あ、なるほどなと。で、逆にゾロとかさ、ウルトラガリーみたいな感じでめっちゃ叫んでました。フランキーとかいろいろね叫んでいたんですよ。あとはまあその映画連動エピソードとかもちゃんと先生の方で見ての上だったので、僕も2回目はそのほら普通に地上波でやってる映画連動エピソードを見た上で行ったので、あ、なるほどと。その少年時代のねルフィとウタのやり取りとかを見て、ルフィもねほらこのほんとゴムゴムの見どころはこの傷がつくところ以前にウタと出会ってるから、ほんとちっちゃいんですよ。そのサボとかルフィ、サボじゃない、サボとかエースと出会う前のルフィだから、だからまだそのシャンクスに助けられてないから、まだちゃんとなんて言うんだろう、まあ、精神が出来上がってないって言い方もおかしいんだけど、まだちょっと幼すぎるみたいな感じなんですよ。あ、確かにって思って。で、まあそのルフィとエースとサボのまあ人気がすごいから、その歌が出ることでなんかその台無しにならないようにみたいな、まあ台無しは違うんだけど、やっぱ急にね後継ぎ幼なじみみたいな感じで出てきちゃうと皆さん思うところもあるかもしれないんですけど、そういうところうまくやってるみたいでね。いや、でも歌めっちゃいいよね。いや、もう女の子のヒロインがすごい、まあ、ハンコックとかさ、まあ、ちょっとほらカップリング、まあルフィはまあそれぞれそのまあ女性キャラいろいろいるからさ、あると思うんだけど、歌は歌でめっちゃいいなって思う。その年が近いって、ちょっとほらハンコック大人っぽいからさ、まあ、個人的な主観入るんだけど、いや、めっちゃいいっすよ。あとはそのシャンクスがカリファと話してるシーン、ちょっと僕どの場面だったかちょっと覚えてないんだけど、みたいなのがあって、まあ、その CP0 と関係があるんですかみたいな。で、まあそこはちょっと想像にお任せしますってことでしたね。で、まあ重要な部分なんですけど、この40億巻にそのルフィの夢の果てをその歌に話してるみたいなのがあるんですけど、それはね間違いらしいんですよ。消したかったみたいな。ほら映画も早い段階から作ってるので、2018年とかからもう制作始まってるみたいな話してたかな。ので実際話してるのはシャンクスとエースとサボだけらしいんですよ。で、まあ劇中でね、何のために海賊やるのみたいなことを歌に問われて、新時代を作るためだみたいなことを言ってるんですけど、その新時代と夢の果ては違うらしいんですよ。そこポイントですね。まあ、夢の果てってのがそもそも、ま、アニメ勢ちょっとまだ出てないかもしれないんですけど、まあ、原作でいろいろ今ねちょっと話題というかキーワードになっている部分なので、ちょっとまあ皆さんもちょっとチェックしてみてくださいということで。いや、もうなかなかね、もうね、関数も出てますから、伏線回収だったりとか、まあ、先生ちょっと覚えてやってるのか分かんないけど、やっぱほらちょっと設定の矛盾とか出てくるとさ、読者はいろいろ言うわけですよ。まあ、僕もちょっと思うところがあったりするわけだから、まあ、勝手だよね、もうほんと読者。まあ、それも感想っちゃ感想なんだけどね。そしてまあここもちょっとネタバレなんですけど、ギアフィフス、まあ、最近出ましたルフィのね5番目のまあ力ということで、まあ、ルフィの本当の能力についてみたいなね、まあ、バリバリネタバレ入っちゃうとちょっと言えないんだけど、まあ、皆さんもご存知であろう、あるじゃないですか。まあ、映画を見た人もまあ気づいてると思うんですけど、まあ、それの演出について、まあ、入れるか入れないか迷ったみたいなお話もあって、まあ、そのほら原作のスピードと映画のその作成進行スピードとかさ別々だからどうなるかなって話だったんですよ。ほら映画も作り終わってからね、これから入れるってなっても入れられないしってことで、まあ、結局最後の最後でまあちょっと入れるってことになったらしくて、いや、もうそういうお話もね聞けてよかったですとか、一番最後のエンディングの、まあ、歴代のねサブキャラっていうか、そのね各エピソードのキャラクターとかが出てくるところも最高でした。ってことで皆さん、ちょっと動画かなり長くなっちゃってると思うんですが、映画まだやってますので特典も多分もらえると思うので、これとかねラバーとかとってもいいやつになっているので、やってみてください、行ってみてください。では皆さん、ちょっと長くなってしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。新時代。